変な顔して歩いてる子がいると思ったらなんだ千鶴ちゃんか。あれだよ、手紙でも書こうと思ってね。別に水彩画ってことにしてもいいけど。あれ、そうだったっけ。ちっとも気づかなかったな。やだな、土方さんにいたずらするだなんて、僕が一言でも言った？ま、するけどね。やめてあげる理由はないね。せっかく炭まで用意したんだから。それとも土方さんの代わりに君にいたずらでもさせてくれるの？君ってさ、前から思ってたけど、やっぱりどうかしてるよね。ちょっとだけ土方さんに焼いちゃうって意味だよ。仕方ないから、今日は君に免じて土方さんへのいたずらはやめてあげる。そういえばさっき、僕や近藤さんの故郷から手紙と一緒に漬物が届いてたんだよね。そう、あの漬物は多分勝手場に置いてあると思うけど、あれって確か土方さんの好物だった気がするし、せっかくだから餌付けでもしてあげたら。